したいと思います。私めちゃめちゃほくろ増えたんで、ね、ここと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 手は元か、でもここもここも元から、ここも元、ここだけ増えた謎そうもうね、お風呂入って髪の毛を乾かしパックして美容液とか塗って終わり今ですね。もうこれでいつも寝ます。これで寝て、どうせ切って、まあ、これをつけてんだけどね、いつも最近はこのピンみたいな。じゃあ前髪がねすごいベタベタするからね、邪魔だから、ね、これをこうやってつけて寝ると前髪もベタベタせずこのまま寝れます。アットジャムお疲れ様です。いや楽しかった、みんな見てくれてました。そうどうですかね見てくれてましたかね。めっちゃ楽しかった、私はもうめちゃめちゃめっちゃ楽しかったよ。そう終わってからも見ました、振り返りました。ダンスの先生がそう映像撮ってくれてて見てましためっちゃ楽しかったし、なんかめちゃめちゃ心臓が飛び出そうでした。飛び出た、そう飛び出ました。でもねすごいなんかあった。でもやっぱりなんか収録って感じがして、なんだろう、やっぱファンの皆さんの前で踊りたいなっていうのは一番だけど、でもやっぱりなんか久しぶりにカメラの前に立つから、もうどうやってたっけみたいな難しかったけどね、でもめちゃめちゃ楽しかったです。緊張した。なんかそのアットジャムが終わってからもうなんか疲れすぎて、めちゃめちゃ疲れすぎて、もう2日間ぐらいも何もせずずっと寝てました。今日もなんかぼーっとしてたけど、今日はでもいろんななんかところに行って、まあね、なんかペットショップ行って猫ちゃん見に行って可愛い猫ちゃんいたんですけど、まあでもうーんって感じで、そんな感じで帰ってきて、まあ洋服とかユニクロとか行って、でまあなんかああこれいいかもみたいなやつ見てって感じですね。あとは化粧品とかもなんか買って、辛いかな。え、でもなんか結構寝て、昨日は4時くらいにやっと初めて動いたぐらいのなんか一昨日はアットジャム終わって10時半ぐらいにはもう寝てて、そう10時半過ぎに来た連絡とかも一切返してなかったから、あ、見てなかったし、だから寝てたんだと思って寝てて、そう、それで16時に起きるという奇跡、奇跡すぎる、もうずっと寝てた。そう夕方、そうそうそう、すごいよね、びっくり。でもそれでも普通に寝、また寝てました、ずっと寝てる延々に寝すぎ。今日はまあまあまあそんなには寝てないけど、まあ12時くらい起きたかな、うんって感じ。寝すぎた。でもなんかそう、一昨日とかもうめっちゃメイクしないでね、メイク落とさないでねって、で4時に起きたから、4時過ぎにお風呂入ったから、もう2日間ぐらいもうメイク落とさないねって、本当にやばいなと思って、そう、それでいろいろなんかパックとかし始めて今日ね、でなんかクリームとか塗って、
意外となんか全然無事でした無事でよかった。そう、絶対ニキビできると思って、もう本当にね、もうね、まあ、できてもいいやぐらいにしか思ってなかったんだけど、そうよかった。でもなんか無事でした。日頃の行いが良かったのかな。そう、無事、え、なんなら普通よりも調子良かったからどうしたんだろうと思って。そうなの、寝すぎたから良かった。無事。そう、まつげね、まつげパーマしたの。なんかめっちゃまつげが、そう、ここら辺でまつげね切っちゃったんだけどね、まあ、また生えてくるでしょう。こっちはねちゃんと、そう、まつぱでまつエクしたってよく聞かれるんだけど、まつげパーマです。じゃ、まつが結構長いから、それをなんか邪魔でこうなっちゃうからやったらめっちゃよかった。うん、なんかスピンの時もまつげ上がってるだけでいい感じ。そうそうそう、眉毛は眉毛は何やかよくわかんないの、適当に生えて。そんな感じ。明日は朝からなんか今度この奥歯4つ抜くんですよ。だからそのなんか診察に行ってきます。奥歯っていうか親知らず、まだ生えてないんだけど、こう全部抜くから、そう、楽しみ。もうめっちゃ楽しみ。早く抜きたいけど、まあでも抜いたら腫れちゃうから、そう、痛いとかでも、もう痛いとかもどうでもよくて、もう早く抜かないと。この矯正したんだけど、それがどんどんね、今こうなってんだけど、だんだんこうなっちゃうのって。それがあのなんか奥歯生えちゃうとだんだんずれてきちゃうから、その入る前に抜くみたいな、そんな感じ。そう、王子ではないんだけどね、王子から紹介してもらったなんかすごいあの素晴らしい先生に頼んで紹介状書いてもらったんで、めちゃ可愛い、ありがとうございますね。え、歯は大事よね。そう、明日はねビスがやった発売で超楽しみ。私もまだ見てないんだけど、でもオフショットとかはすっごいたくさん撮ったけど、まあでも何枚も載せるのもあれだから、面ではいっぱい載せようかなとは思うけど、ぜひ、私も明日ゲットしなきゃ。ぜひ楽しみにしててください。あの紀ノ国屋新潟書店ではポストカードついてるみたいな、ぜひそちらも予約してくれた方にね、とかね、ぜひ楽しみ、生写真か、楽しみにしててください。私も楽しみ、めっちゃ楽しみ。ビス、紀ノ国屋でよくした、おえー、嬉しい。でもね、新潟方限定だからね。でもできれば応援してくださった皆様全員に、私がもうご丁寧にお配りしたいレベルなんですけどね、本当にそのぐらいしないけどね、私が全部さ一個ずつさ雑誌を購入してこうやってありがとうございますってやりたいとこなんですけど、まあそんな財力もなくそんなこともできず皆さんあの無事に受け取ってくれたら嬉しいなと思いますね。確かにね、お渡し会とかねあったかもね、やりたかったな。お気持ちだけお気持ちだけ受け取ってくれたら嬉しいなと思います、本当にね。ええー、めっちゃ楽しみ、超楽しみ。どんなんなんだ。でも私はもうなんか衣装とかもあの予告でねあったね、あれをね、そう、すごい楽しみにしてます。どんな感じで映ってるのかな、撮影は自体は結構前にやって
て、めっちゃ楽しかった。そう、めっちゃ楽しかったよ。なんかそう、あ、でも衣装は一着だけどね。そうです、ひなたとあゆとも写真撮ったから載せたいな。ねえ、オフショはインスタとメールに、フォトログにも載せようかな。フォトログ更新しよう。インスタとメール、フォトログ、まあツイッター、まあ全部ですねおおよそそういう4つぐらい載せたらいいなと思いますね。楽しみ、めっちゃ楽しみ。でも755さ、なむずいからさ755の使い方ちょっと分かんないから、ちょっと今自ら封鎖中なんだけど。だってさ、あれじゃない、あれ返すのできないじゃん、質問みたいなし。まあでもなんか拡散力があるかって言われたらそこまでないし、どうしたらいいんだろうな。フォロワーもなかなか、まあ、まあそんないないしなと思って。そうそうそう、封鎖中ね。そうだよね、まあなんかインスタできない間に、まあ755だったから、まあ、今はインスタできるし、まあ、みんなが見てくれればどこでもいいかなって思いますまあでもね、そうね。でもショールームの告知とかも全部ツイッターでやっちゃってる。告知系は主にツイッターかなって思ってる。うん、まあたまにね、なんかやっぱ755見てる、見てくれてる方は絶対755がフォローしてくれてるぐらいだったら、もうほんと私のことをすごい好きでいてくれてると思うので、そういう方にお届けしたい何かがある時は755でやったりとかっていうのもいいかなとは思ってます。あ、そう、 LINE もあるしね。 LINE もな、いっぱいありすぎて、ちょっとさ SNS 多すぎてちょっと追いついてないね。そうね、でもなんかいっぱいあるからどうす。 LINE はそうね、 LINE はまたなんかバリエーションがどんどん増えていくと思うので、ぜひ楽しみにしててください。増やそうと、私もちょっとずつ。確かに、なんかどの SNS から手をつけていいのか分からなすぎて。でもまあ一番なんだろう、まあメールだけどね。メール、トログ、メールかな。なみちゃんマスクあれしないの？え、めっちゃした。え、マスクね、リハの時にマスクつけてたら、もう本当に毎日毎日めっちゃもうスキンケア超頑張ってた週があって、もう本当にもう化粧水も5回ぐらい塗っ、もう浸透させて、もうなんかもう本当保湿ばっかが頑張ってて、でその時はまあちょっとケアしてもちょっとねえ、無駄になっちゃったなと思って。マスクってめっちゃ肌荒れすんだよ。やばかった。なんかね、ここら辺にね、なんか赤いポツポツみたいなのがめっちゃできて、そのアットジャムの前日ぐらいかな、前々日ぐらいから。そう、それでなんか気分が下がって、あ、でもアットジャムの時は割とね大丈夫だった。もうそれでもう新しいマスクを開けて、なんか洗って使ってるマスク、ピッタマスク使ってたんだけど、なんかどうもやっぱ中にこもるとね、空気とかがね荒れちゃうのだなと思って、もう一回も使ってないマスクを買って開けて使ってましたね、その時は。そしたらまあいいか、やっぱ使い捨てがいいのかな、マスクって。でもね、やっぱつけてる時間によると思うんだよね。そう、どうしたらいいんだろうね、絶対荒れるからね。
ユニクロのマスク持ってる、ユニクロのマスク持ってる。そう、なんだっけ、エアリズムのマスクみたいな。うん、でも私的規制がいいのはピッタマスクかな。ピッタマスクちょっとでかくて、でもでかい分ちょっとなんか、まあ結構密着するけど、なんかなんだろう、苦しくない、そんなに。そうそう、でも結構今いい感じ。なんか2日間メイク落としてなかったけど、今はね、さっきパックして、なんかビタミンのパックと乳液と、ナイトクリームみたいな塗って、でお風呂でクレンジングとピーリングと、ピーリングした時はあの洗顔はしないで、だから今一番一枚新しい肌になったって感じですね。そう、でも肌荒れの予防は完全にもうマスクを清潔に保つで、なるべくマスクがこもらないように、まあ人がいない時はもう外す、私はもう外すで、誰もいなかったらもう喋んないで、もう近くに誰もいなかったらもうずっと外してます。それでまあ人がいる時はつけるけど、でもなんかほんとお家帰ったらすぐもう全部落としてみたいな、もう本当になんかそういろいろやんなきゃね。日焼けはまあでもなんか日焼け止め今年特に使ってなくて、日焼け止め塗るまで外出ないから、そう、なんかね、日中とかね、だからいいかなと思ってたんだけど、その飲む日焼け止めみたいな飲んでたし、でなんかリプライセルっていうやつもなんかビタミンが入ってて、その日焼けを吸収しにくくしたりとか透明感を出す薬みたいなのを飲んでるぐらいで、日傘もなくしちゃったし、そう、でもなんかちょっとずつ外出てるから、なんかちょっとの時間ね、移動とかがすごい焼けちゃうのかなと思って、なんか今年なんかちょっと黒いなって思ったんで、だからさっき日焼けちゃったと思って、そうそう、まあでもまあそんなに今年はなんかもう気にしないわって毎年言ってる。毎年言ってんだけどね。うん、でもそう、今年は夏っぽいことはもう花火とかも見てないし、もうそもそもやってないし、お祭りもないし、なんだろう、バーベキューはしたけど、あと何、夏っぽいことってなんだろうね、プールとか海とかは、海はまあ別に入るまで行ってないですよね。そうそうそう、やっぱ一番ね、夏で一番楽しみにしてること私ね、花火だと思うんだよね。あとお祭り、花火とお祭りはね、ナイトプール行ったことない、うん、多分ナイトプール行ったことないかも。ナイトプールってなんかあれだよね、なんか私はプールはでもまあ焼けないからいいのか、でもちょっと綺麗かもね、ライトアップとかされてたらいいね、行ってみたいかも。でも今年はなんかアパレル業界の方とかもなんか水着は今年は売っても売れないから、なんかそもそも水着を今年新作で出してるブランドさんがそも少なくて、そうそう、私もなんか別に水着着る機会なくても毎年見るんですけど、なんか逆にやっぱ見かけないなみたいな、そうな感じで、そうそうそう、見かけなかった、あまりね。水着はね、いっぱいあるんですよ。着ないけど。着て
てない水着ばっかあるから、それをね、そうそうそう、え、水着って可愛いよね。でも分かる、私水着着る機会なくても水着普通に欲しいもん、可愛いから。これなんか違うね、ねえ、バレルもね大変ですよね。ね、いつかね。グラビアとかはいつもはもうなんかある程度衣装が決まってて、これこれかこれみたいな感じで、そうなんかその編集者、編集の方とか編集長の方とかが選んだりとかしてますね。どうスタイリストさんとかこっちの方がいいかもねみたいな感じで、そうね、確かに私はあんま水着やんないかも、そんなにやってないね全然星集めに来ました。お、本当ありがとうございます。自分では選ばない、そう水着はね自分では選ばない、どっちがいいって言われたら選ぶけど、そうそうそうっていう感じ。ピス予約してありがとう楽しみです。あ、5周年の T シャツそう作ったんです。私5周年の NGT48 1期生が5周年ということで、5周年の T シャツをそうデザインさせていただいたんですけど、その配信が終わった日の夜中の3時までずっと書いてて、もう今日その日にあの話して、その日に明日その次の日にの朝にもうデザインあげたいからみたいな感じで言われて、そんで全部一生懸命書いたんですけど、そうなんかなかなか自分なりにはよくできたかなと思うんですが、さてさてはてはてって感じなんですけど、そうそうそう。でもあれよく見ると多分あんま気づいてる方いなかったと思うんですけど、まあまあこう5枚の葉っぱがあって、葉っぱのその先に 5周年って書いてあって、ここに季節って書いてあって、よく見るとその一人一人のその顔がこう見張るとか見なみとか書いてあって、全部それが全部つながってて、葉っぱのもなんか柄みたいになっているので、そう花びらの柄っていうかなんとか、そう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 、ひらがなで顔書いてあって全員書いてあって、それがそうで真ん中に周年って書いてあって5周年って意味なんですけどそういやめちゃめちゃね考えたんだけどね、なんか伝わんないかなと思って難しかったけど、でもそう頑張った、めちゃめちゃ頑張ったすごい、その時はねもう本当にねそう命かけて書きましたよ。うん、デザインね降りてきた、その時はもう下ろさなきゃいけないから、もう時間的にさ、だからさもう超頑張って降りてこいと思って頑張って降りてきた、そうそう公園に来てく、あ、ぜひいつか公園が始まったら来てきてくれたらすごく嬉しいですね。でも本当に描けない時は本当に描けないのよ、でも本当何を描けばいいのみたいな、もうなんかいつかわかんないけど、なんかいつかのデザインの時にもう描けなすぎて、なんか書いててなんかだんだんなんかマネージャーさんもなんかもう急いで書いてみたいな感じだったし、とか私も書かなきゃやばいと思って、そうそしたらもうなんか書けなすぎて、私はなんかもう何をしているんだろうと思って難しくて、本当に書けない時はもう本当にもう無理ですって感じ、そう泣きたくなった本当に。今回は
そうイメージが降りてきて、いや本当にね漫画家さんってめっちゃ大変だと思う。そう、えもう本当に描けなくて、もうずっとなんかもう、うん、一人こもってもうどうしようみたいな。誰もでも別に助けてもらえるわけじゃないんじゃないですか、これはさもう任されてるわけだから。そうそうそう、だからもうね本当大変だった。でも今回もそのなんか悪夢が再び来るのかと思ってちょっとヒヤヒヤしてたんですけど、まあね無事よかった。えもう本当泣いたその時は。もうずっとなんで私はこんなに降りてこないのかと思ってもうなんか泣いた画家になってたその時はそう、でもやっとその時はもう描けたけどね。毎回ちゃんと描けるんですよ、ちゃんと描けるというかもう無理やり描ける。そう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 、今回はね頑張って描いてね。私はなんかもうほんと絵のセンスとか別にないんですよ、ないからなんかそんな期待されても描けないんだけどと思いながら、でもやっぱり任されてる以上ちゃんとしたみんなの期待を上回る何かを描かなきゃなと思って、それがなんかプレッシャーになって全然描けなくて、そうでなんか自分でもなんかよく分かんなくなっちゃってっていうなんかあって、そう力を振り絞って毎回描いてますそう頑張って描いた。ほんと描けるときはほんとにねパパパッと描けるんだけど、描けないときはほんと全然描けないんだよね。そうそうそう、ねえ自由な感じで描けたらねなんかいいんだけど。そうそうそう、ねえでもほんとに明日はなんかもう最近さずっとさなんか朝起きたら顔がむくんでんのよ、なんか二重もなんか変な感じになって、ここがいつもなんか枝分かれしちゃうまあでもなんかさ最近なんかもうなんか全てに対して別に何があったわけでもなくもうずっとなんかもうなんか負にまとわれてたわけ私は、なんかもうと思ってもうダメだと思ってもうずっとなんかもうあって感じだったんだけど、そうでなんか疲れ切っちゃってな、何があったわけでもない、本当に別に何があったわけでもなくもう疲れ切っちゃって、そういう時ないですか、もう何にもしたくないみたいな、そうそういう時があって、でもなんかそう何かに取り憑かれたんで、その時昨日とか今日一昨日とか一昨日まあアットジャムの時はめっちゃ楽しかった、その終わった後も疲れ切っちゃって、うん、そうそうそう、それでもうなんか今日はメール送ったらなんかみんなが全然なんかで SNS をできる時でいいからねみたいな、ほんと優しいなと思って、なんかほんとみんなのおかげでそう立ち直れました。でもなんかみんな心配してくれてるんだろうなと思って、そうやなんか SNS 全然してないとねと思ったから、心配かけてごめんなさいという意味でもうちょっと配信しようと思って配信しましたけど、めっちゃみんな見てくれてると思って、そうねえ全然なんか何もないよ別に、本当に何があったわけでもなくてもうただただ疲れちゃって疲れちゃってさ、そうそうそういう時あるよね、なんかそうでもみんな優しすぎてさもうなんか優しいんだね本当に、早く会いたいなと思って、うん、うん、みんな心配してくれてて、そう全然元気なんだけど、そう元気なんだけどなんかもう一気になんかキャパオーバーになってしまい、いろいろと、そうそうそう別に何にもないのよ、本当に何があったわけでもないんだよ
別に本当いたって普通の日常を送っていた私なのに、ある日突然なんかうわっとなんか来ちゃって、なんかここら辺にいる何かが、ね、覆いかぶさって、ね、うわっってなってた。そうごめんね、だから元気ですそう元気なんだけど、そうなの、そういう時はなんて言えばいいのかなと思って、ちょっと難しいんだよね。そう SNS の発信の仕方ってちょっと難しいじゃない。だから何も言えず、そう元気だよとは言いたかったんだけど、まあでもなんかそんなちゃんと全部 SNS がこなせるかって言われたらそんなような状況ではなくなって、そう全然無事なんですけど、今も全然元気です。えめっちゃ元気ではないけど普通に元気ですそうやっぱ SNS ってねやっぱ大事なんだよ。だって SNS でしかさみんなと会話っていうかさコミュニケーションが取れないじゃん。だから見てくれてるんだろうからちゃんと SNS をねしっかりやらないと、みんながどんどん私のことをもうどうでもよくなってしまうのかと思って、それはまずいと思って、みんないつも応援してくれてるから私もちゃんと SNS 頑張らなきゃと思ったんだけど、そうめちゃめちゃってなっちゃって、なんかでもそういう時は本当何にも書けなくて、そうでもそういう時も昔だったらなんか無理をして元気を取り繕って頑張って書いてたんですけど、まあそうしてもやっぱ本当のところの私っていうのはさ、多分さみんなが今一番知っておきたいというかさ、お互いさ本当のことはさちゃんと知ってほしいじゃないですか。私がどうとかっていうのもさ知ってほしいしさ、別に心配してほしいってわけではなく、そうそうそう何もないから別に、ね、心配はいらないんですけど、そうだからそういう時はみんながこう何も言わなくてもこう察してくれたりとかしてて、そうそうなんだよ。だからまあ素直に素直にというかちょっとお休みさせていただいてました。はい、そういう時あるよね。えでも本当に何もないんだよね。でも本当に何もなさすぎて、えなんで私はこんなになんかなんかフルのオーラをまとっているのかと思って、なんかなんでと思いながら自分でも、えなんかえめっちゃ眠いし、なんか全然起きれないし、全然なんか何にも強く起きないし、えどうしようと思って、そうそうそう充電した。でも私もねもう人間なんで、そうなんですよ、なかなかね完璧の人間とは真反対にいるぐらい完璧ではない人間なのでそうそうそう、だからそういう時こそはみんなと話そうと思って話してみたんだけど、すごい元気もらいましたそうでもまあなんかそう嬉しい、完璧じゃないとこが好きって言ってくれるところが嬉しい。そうやって完璧って思ってもらえるとすごいハードル上がっちゃうから、なんか最初完璧をさすごい求められてたポジションだったから、すごいそれが未だになんかとラウマではないんだけどちょっとプレッシャーに感じちゃうっていうかさ、って言うと困るから、そうみんななんか完璧はあんま求め、もちろん完璧を求めてほしいんですけど、それにとらわれすぎちゃうとちょっと辛くなっちゃうから、そうそう、まあ完璧な人はいないからね、いたら教えてほしいわそうなんですね、でもほんとみんなにねもうほんと頼ってばっかでね申し訳ないよね。うん、でもなんか頼れることがさ一番なんだろう、私の中では一番の進歩だと思ってるのよね。やっぱファンの人に頼るってさ
なかなかできないじゃないですか。私は本当にそれが苦手すぎて、できなすぎて、だからそう、だからこそ今なんか何でもこう話せたりとか、何でもこう言えたりとかする、まあ何でもっていうのはなんかまあ何でもではないけど、そうやってなんか自分のことをねありのままに話せるっていうのがさ、一番なんか自分では変わったなって思うところだし、自分自身も完璧も演じなくなったっていうのもあるし、まあ、完璧に演じてられた時はなかったんだけど、完璧に演じようとしなくなったところで、やっぱりファンの皆さんに頼って、それをなんかみんながこう受け止めてくれたりとか、温かい言葉をかけてくれたりとかすると、やっぱりありのままが一番楽だな、気楽だなと思うし、それを見て応援してくれてる人が一番なんか楽しそうっていうかっていうのがあるから、そうからありのままで、今日もなんかもうこんなすっぴんでありのままで何もせずね、みんな本当なんかもうなんかかね、そうなの、なんか素を見てほしいね、これからもずっと、うん、頼る、めちゃめちゃもうみんなに頼りまくってる最近は、ちょっとね、そうそう、ですね、みんながいてくれてるってだけで、私はめちゃめちゃもうなんかもうと助けられてるな思います、はい、ということで、じゃあ今日はなんかもう時間が過ぎてってことで、私はもうこのままお休みに入るんですけどみんなはどうかな、みんなはどうなんだろう、でもなんか明日からはちゃんとメールとか普通に送るので、ぜひ普通に見てくれて、で返信の絶対見てるから、返信ちゃんと見てく、あ、してくれたら嬉しいなと思います。今日はこれから、でも最近 YouTube 見る、 YouTube 見て寝る、そう YouTube 楽しい、めちゃめちゃ楽しい、あとは LINE とかを返したりとかするかな、そう、でも本当みんなありがとう、でも本当みんな大好き、なんか本当にありがとう、こんな私をこんな時間まで見てくれてね、いや嬉しいな、なんか本当になんか本当みんなに会いたいわ、会いたいしかないな、会いたいなね、まあ顔が見えたいんだけど、ズームとかしてきたら、うん、そう、みんな本当ありがとうみんな本当大好きだよね、え、話し会もうちょっとだね、確かにね、話し会、私浴衣着るからね、話し会で、ね、だからまだ浴衣の写真さあげようかなと思ったけど、メールに送るね、先に、あの生シャのオフショットみたいな、そうそう、こちらこそだよ、本当にみんなありがとう、絶対みんなともっと楽しいこと、でも来年でも再来年でも、再来年はちょっと遠いかも、来年にはいろいろなんか何でもコロナが落ち着いたりとかしてね、何でもできるようになったら、みんなでなんか楽しいことできるように今からちょっと頑張ります、私も、ね、みんなとなんかしたいんだよね、来年の夏はみんなでバーベキューとかしたいね、できるかなやりたいんだよね、私はめちゃめちゃね、したいよね、目標めっちゃ高くねそういうなんかコミュニケーション交流みたいなとかやりたい、私が好きなお肉持っていくね、私が
みんなに持ってきてもらってやりたいね。焼肉バーベキュー、ちょ花火とかちょっとさちょっと難しいから、ね、花火打ち上げられる人いたらすごいんだけど、ね、そうそうそう、あ手持ち、あ手持ちの花火、手持ちの花火はまあできるけど、まあまあなんかみんなでご飯食べたいっていうことで、ソーシャルディスタンスバーベキューで、えめっちゃいいじゃんね、やりたいよね。ご飯会、ご飯会いいね、ご飯会そういうのしたいね。あの安らぎ亭とか、安らぎ亭めっちゃ広いからさ、安らぎ亭でバーベキュー100人限定で多い、人数多すぎる。そうそう、そういう感じでね、いつかねできたらいいなって思ってます。そんぐらいにみんなのことは大好きです。うん、ねえ倍率あるかな、確かに100人来てくれんのかなそこで、ね、そうそうね、またいつかいろんなイベントとかでもできたらいいなと思っていますが、ねえ頑張りますよ。まあ明日から頑張りますし公園でもね、劇場でもね会えるように頑張ります。はい、ということで今日は夜だったんですけど、いやほんと見てくれてありがとうございました。よかったよってみんなが見てくれて嬉しいよ。おたくさん、くまちゃんとタコとハートとひまわりとお疲れとだるまとめっちゃかわいいとかわいいと花束とバラと祭りだとブッフォー懐かしいブッフォーとだるまとだるま言ったよね、たくさんたこたくさんありがとうございます。いいねもありがとうございます。本当にブッフォーって絶対ブッフォーだよこれ。なんだっけ、本当なんだっけ、本当は何、本当は何、ブッフォーじゃなくて本当は何、ブラボーブラボーか、ブッフォーだよこれ絶対ね。では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 またいつかシャルームしますということで、とりあえずはメールは明日からまた送るのでぜひ見てください。はい、ではまた明日早起きなので、私はもうちょっとした寝るので、また今日は本当にありがとうございました。ではまたおやすみなみ、バイバイ、おやすみ。あこれさスクショとかしてさ、私いいねしたいんだよね。ショールーム終わったら毎回いいねしたいんだけど、どれをいいねすればいいかちょっとま分かんないから、まあ、なんか一番なんか可愛く映ってたやついいねするね、ファンの皆さんがスクショしてくれたやつで、それでいいかな、そうしますではおやすみなさい、バイバーイ。